絶海中津像絶海中津は南北朝時代から室町時代前期にかけての臨済州の前奏、漢詩人。道号は絶海の他に洋館、剣士、小剣道人など多数ある。中津は意味な。義道修身と共に五三文学の創癖と併称されてきたが、20世紀後半から義道より、 詩風の高さを評価され、五三文学引いては中世文芸史の頂点をなすと論じられている。建武元年11月13日、土佐国高岡軍角を支配していた豪族、角氏の一族として生まれる。義道修身とは同郷である。上和四年、昭平三年に上落して天竜寺に入った。官能元年、昭平五年に提発する。 そして翌年に師匠である武装祖籍が死去するまでは、その側に仕えたと言われる。武装祖籍死後の分ら2年、昌平8年に、県任寺の達山徳美のもとへ赴き、同じく徳美の門下にあった義堂修身と共に教えを受けた。しかし翌年に、達山が南禅寺に移ったため、新たに赴任してきた大林義育のもとで教えを受け、そのもとで、誘約寺社を務めた。 それから10年後の常治3年、昭平19年に鎌倉へ赴き、そこで県庁寺の青山寺へのもとに入った。そこでは、増巣、昇光寺社を務めた。翌年5月に、同郷の修身が、相模の全福寺に入院しようとした時には、その威発寺社を務めている。大安元年、昭平23年2月には民に都会し、甲州の中天塾寺に入った。 その後も、霊院寺、森清万寿寺などに赴いて、陽帝スケリ良ラ名の高僧らと出会い、これらの教えを受けた。後部9年には、民の大祖である、後部帝から越見を許されている。後部11年に、日本に帰国した。この名への都会では、多くの高僧らと出会ったことで、俗的四分の風と四十六分の技法を身につけたと、言われている。また、 このような名栄の都会は、かつての師匠である武将と同じく、日本における政治家や武将たちからも一目を置かれる存在として、見なされるようになった。帰国後は、天竜寺の聖会霊美のもとに身を寄せ、攻略2年、天寿6年には、県民寺にいた義堂修身と、再び会見する。同年、張りましとして、誠意を振るう赤松のりより、 ハリマホークテ寺の十字として昇平されたが、絶海はこれを謝絶して、ノリスケには女林良佐を推挙し、自らは海野経輪寺に赴任することにしたのである。英徳二年、河和二年に将軍、足利義満より上洛を命じられ、翌年九月に上洛する。義満は安清寺をどかせて、六音院を創建し、そこに絶海を十字として赴任させた。 しかし中津は、吉光と次第に対立し、取得元年、元中元年6月に、摂津に退去した。さらに、吉光の追跡を受けたため、翌年4月には、有馬温泉にある牛岸に逃れている。しかし、同年7月、細川頼りの昇兵を受けて、佐抜に渡り、そこで、宝会寺を開いた。また、この時に、師匠、 祖籍の遺跡と言われる、土佐の旧公安を再興している。死徳3年、元中3年2月、吉光は絶海を許した上で、再びの上落を命じる。同年3月に吉光と越見した絶海は、当時時に入った。明徳2年、元中8年には、北山東寺院に移り、翌年10月には、小国寺十字となり、大江元年には、東寺に再び戻った。 これら一連の激しい動きは、明徳の乱などの戦乱や義満との対立が原因とも言われている。欧英元年9月に、小国寺が消失すると、その復旧に努めた。その功績から欧英4年2月に、再び小国寺の十字として再任されるが、翌年には辞して、録音院寿となり、さらに総録をも兼務し、録音総録として、五算や、 臨在衆寺院の統括を行った。王永6年に起きた、王永の乱においては、将軍義満に反旗を翻した、大内義弘の辞に義満の命を受けて、説得に赴いている。王永11年に辞して引退し、王永12年4月5日に死去した。去年72。足利義満、足利義持などの2代の将軍をはじめ、多くの有力な守護大名。 また朝廷においても、伏見宮義人親王らの帰還を受けた人物で、その存在は当時の仏教界でも大きく、義堂と並んで臨済宗無双派の発展に寄与したということで評価は高い。四十六分の左法をあから日本へ伝え、五三千輪に流布させた。ここまつ天皇や昌光天皇らも中津に帰依した人物の一人であり、その死後に前者はぶっちこうて国し、 後者は、正国史という勅命による追贈を行った。また、絶海お尚語録や、昇権藁などの著作が伝わっている。ありがとうございます。